今日さっきちょこっと朝の分を測ったら、え、麦しか食べてない。締め切り。1667。はい、カバンをちょっとすいません。はい、今日はまだあんまり食べてないってことね。この集計ってこれここは6と11足して10、うん、10なんだけど、ここは何、あ、朝食べたやつ、前の晩から朝まで、前の晩から朝まで、あ、じゃあ今日は昨日の夜から今朝までは食べてないの。昨日の夜からこれ今朝までは、あ、これなの、夜の、うん、そう、あ、え、これが夜から朝までのね。そうね、じゃあこれは昨日の朝から夕方までね。ああ、はいはい。そういうことですね。そういうことか。朝入れた。じゃあ今日朝入れたペレットはまだあんまり減って。まだ全然減ってなかった。減ってない。塩麦だけ食べてあります。はい。はい、でもキャベツは入れとくと2グラムぐらい減ってました。あ、2グラムぐらい減ってました。はい。どんだけ。わかんない。だってポリポリ食べるから。はい。じゃあどこ、顔から行こうか。顔から見せてください。ごめんね、どんどん減ってきます。もうこの子何歳だっけ。3、でももう3歳だもんね、まだ。あ、なんで口そんなに開けたの今。はい、ごめんね、嫌だけどちょっと見せてください。今私が触ってるとこは奥歯のとこありますね。で、血も敷いた便子は不正攻防になっていく確率が高いからさ、うーん、とこの触り心地が右と左で変わってくる。うーん、はい、それからお腹ね、ごめんね、だいぶ下半身は痩せてきちゃってるんだよね。心臓がすごいバクバクですね。緊張しちゃってるということですね、多分。でもうんちは一応200個超えてる。はい。240ぐらい。でも元気、動きは70ぐらい。おしっこはたくさん出てるんですか。グラム。あ、これはおしっこ。すごいね、すごい調べられますね。グラムで300にしといて、出たの、増えたのを測ってます。はいはい、測って。そうそう、72グラム。これは何？28？はい。この点滴したのは16か。点滴した後24時間はたくさん出てるんですよね。はい、そうですね。この16のやつをちょっと見せてもらっていいですか。おしっこも書いてあるんだけど、重さが。はい。だよね、だから50、だから点滴した後、そこことここが多いんだよね。はい、だから72から28グラムくらい。はい、わかりました。で、栄養補助は何できるのこれ。2、だから2グラム。カテーテルチップの先っちょが残るじゃないですか。うん、残ります。だから、全部溶かすと、3グラムを水入れると5グラムぐらいになって、はい、1グラムぐらいになって、ああ、そういうことね。でも、ボトボト落とすと、ああ、やるとね、口の横から出てきちゃうということですね。はい、確かにそういうところはありますもんね。わかりました。はい、とても詳しく書いてあるんですね。私たちが観察する表よりも詳しいかもしれないね、もしかしたら。うん、おしっこの重さまで見た方がいいのは分かってるけど、そこまでなかなか見てないもんね。はい、じゃあちょっとまた点滴治療しますね。はい、からこの子ってお薬出してるんだっけ。はい、今日で今日で終わります。はい、それは飲めるんですね。はい、頑張ってます。はい、からキサトンもやってます。
1.7 ぐらい、1.8 ぐらいを1日2回。はい。ちょっと変なこと聞いていいですか、ね、いいですよ。あのウサギ3匹目なんですが、3代目なんですけど、3代目、はい。一匹目は男の子で、これも男の子ですよね。はい。で、結局、前娘がおった時に、結局も一緒男の子の動きを一生懸命しとって、すげえなウサギって言ったんですけど、ええ、何の感じもなくて、この子はもともと、うん、だからええー、という感じで、ええ、まめちゃんって女の子じゃない？ね、あ、男の子なの？はい、女の子と思ってこうやって見たら、あ、おちんちんあるかみたいな感じになって、ちょっと待って、おった、ねと思って、これ一体感違うのかなと思って、いや、今度男の子、なんで女の子にあれがついてんのこの子、あれ、あれ、だいぶ前に見て、あ、男の子だっていう感じ、そう、じゃあ男の子ですね、うん、うん、まあでも普通はね、結構繁殖能力高いから。女性してない子はマウントする子が多い。だから娘らしいもすごい髪、前のがね。そのイメージだったもんだから。でもこの子は全然しない。え、どういうことみたいな。だからそう、はい、そういう子もいるんですよ。それおかしいわけじゃない。うん、そういう子もいます。はいはいはい、みんながみんなマウントするわけじゃない。なるほど。うん、個性もある。それからあと体に比較して割と睾丸が大きいんですよ、ウサギさんって。だけどこの子はそうやって思うと、そうね、そんなちっちゃいですよね。ちっちゃいですね。探しましたもん。あ、うん、だから。大きい、これ睾丸ですよね。もっと大きい子って大きいんですよね、うさぎさん。そんなるよ、確かに、うん、だから、なんか体に比較するとちょっと小さめかもしれない。気がつかなかったんで、だそういうのがちょっと弱い子なのかもしれないね。強い子もいます。はい、気をつけてきた。いやいや、とんでもないです。すごく気になっとったんだ。 でも普通はうさぎさんって繁殖能力高いから、はいはい、すごいんですよ。かなりですもんね、うん。